気分転換に世田谷区に来たんですが、まあ自由が丘駅のところはなぜかなんか話題になってた政見放送で上半身を脱いだって話題になった人系のポスターは貼られてませんね。で、たまに耳コピさせていただいている河合祐介さんのポスターはありますね。で、このなんかすごい過激なポスターにのモデルになってた人はアイメイクをなんかすごい控えめにしたすごいナチュラルな感じだったらあんなに叩かれたのかなっていう素朴な疑問が残りました。そしてこれ小池さんのこれからも都民のために都民と共にっていう文言がなんかちょっと結構ちょっと衝撃的っていうか、あとは参政党ってどうなったか知らないけど、参政党ってなんか全然ニュースとかを見てない自分でもなんとなく空中分解しちゃったのかなっていうイメージしかないけど、その中のうつみんって呼ばれてる方が離婚なさってるんですね。あとなんか話題のなんか YouTube の動画で結構前に存在を知った Twitter かな、石丸さんっていう方が、まあ印象に残るくらいかな。あとはまあねの人とか、あとドクター中松さんってもう96歳でもう大往生前の人が立候補するのってどうなんだろうってちょっと個人的には不思議だけれど、まあそんな感じですね。本当だから全部の箇所に貼り切れてないってことなのかな。 あとついでに河合さんの隣に後藤照樹さんがちっちゃく貼ってあるかなって感じで、まああともうすごい都内ってツイッターでいつもなんか南に進みます、なんかいつも悲観的なつぶやきをしてる理系の男性っぽい方がいらして、その人がつぶやいてること本当かなと思ったけど結構かなり本当で、なんかもう横浜市と違って空間すべてが閉じられてるって感じで、すごいもう街全体が殺虫剤の匂いかなって感じで、ちょっととてもじゃないけど通勤とかに通える街ではない状態かなっていう素朴な感想でした。それでは失礼します。